ハロー YouTube。落合博満さんの動画を上げたら、すごい、批判的なフィードバックをいただきまして、それについてちょっと、動画を上げたいと思います。まず、はじめに、謝罪ですね。で、いや、長々いただいて、で、ポジティブなこともネガティブな、コメントも、フィードバックとしてはすごい、絶対大事なんで、それはまず、ありがとうございますっていう、ことに尽きるんですよね。で、今、今朝起きて、で、なんか、奥さんに悪い動画を、悪いコメント、批判的なコメントいただいたって、それ言ったら、いや、そりゃそうだよね、って。いや、だから、お前ごときが、レジェンドを語るなってことでしょって言われて、あ、そうだわ、って思ったんですよ。なんで、いや、それ、ちょっともう、すいませんでした。はい。いや、だから だからそういう、フィードバックってやっぱ大事だなと思って、自分だとわかんないじゃないですか。上げてみて、やっぱそういう、辛辣なフィードバックこそ、自分を客観視するために大事だと思ってて、だって僕は、もちろん、落合さんに対しての、敬意を持ってて、なんでかっていうと、歴代最高の右打者だと僕はすごい思ってるからなんですよね。うん。で、すごい敬意持ってて、純粋にやっぱ落合さんがすごいっていう風に思ったから、動画を上げたまでだったんですけど、でも客観的に見たら、お前ごときが、そんな語るなっていう話じゃないですか。お前みたいな、なんもない、だ、昨日その動画たまたま、なんか、落合さんの、と、なんか山田久志さん、大投手のサイドスローからのシンカーでしたっけ、の大投手の人が、落合さんはこうだったみたいなこと言ったんですけど、でも、あ、そういうことなんだなって、そう、要は山田久志さんみたいな大投手が、落合さんについて言うっていうのはそうだと思うんですよ。うん。でも確かに一般庶民の僕が、そんな落合さん語るって確かに失礼だわって、嫁に、すり合わせ、聞いてすり合わせしたら、いや、お前、そうだろって言われて、なんか、コメントいただいた方にまず、大変、失礼、不快な思いをさせてしまう、大変失礼しましたっていうのと、やっぱり落合さんに対しても、まず失礼しましたっていう、そんな自覚なかったんで、一応本当に申し訳ないんですけど、はい。でも落合さんが歴代最高の目指したっていうのは、僕は、本当に思ってるんで、で、左打者に関しては、またちょっと別動画、別枠で見たいと思います。本当に、申し訳ございませんでした。心よりお詫び申し上げます。それでは失礼いたします。